はい、えー、こんにちはレトスのうのです4月30日の3問に入る前に資格手当について、えー、お知らせいたします宅建の資格手当っていくらぐらいあるかご存知でしょうか、まあ、不動産会社に勤めている方であればわ、えー、かると思いますで、まあ、弊社の個別指導の受講者様で合格していった方方から聞くんですけれども まあ、だいたい月額2万円から3万円っていう方が多いです。中には月5万円とかいう方もいるんですけども、まあこれはあんま珍しいですね。あと、えー、役員に昇格したとか、宅球を持っていることによって、えー、その会社自体が別会社を作ってですね、 そこで不動産業をやると、まあ。ビルをね、たくさん持っていた会社なんですけれども、そのビルの管理を行うという上で、ビル管理プラス、宅建業も行う。だから、まあ、この方がね、合格していた方が、そこの会社の役員になった。まあ、そういった方もいらっしゃいます。でまあ、重要なことで言うと、合格すれば、まあ、毎月資格手当がもらえる可能性が発生して、不合格だと1円ももらえない。これがすごく重要な点なんですね。宅建試験で5回以上落ちている方、たくさんいるんですけども、 その方々ってこれまでいくらぐらい損してきたと思いますでしょうか、まあ、月ね2万円の資格手当があると考えるとこれ年間で24万円ですよね 2×12 で24でこれの5年間分で換算すると120万円なんです単に宅建師という資格を持っているだけで5年間で120万円口座に振り込まれて一方で試験に5回落ちただけでもらえるはずの120万円がもらえないつまり合格するとしないでは 経済的にも大きなな違いいが出ててくるっていうことなんですよね。もしこれが3万円だったら年間36万5年間で180万円ですでもし20万円の投資をしたとしても1年でこれ回収してお釣りが来るんですよね例えば月2万円しかもらえなかったとしても先ほどもお伝えした通り月2万円 ×12 ヶ月1年ですよねでそうすると24万円なんですよ 20万円例えば個別指導で投資をして合格をすればもう1年間でプラス4万円なんですよお釣り来てますよねでこれ何を意味するかというと年利100%を超えているってことなんですよで不動産投資だとよくて年利8%なんですね大体の不動産が大体 2%, 2から3%ぐらいですあの税金だとか修繕積立金管理費、まあ、そういったものを入れるとどんどん利益が減っていくんですね で、実質利回りで言うと、大体2%から3%ぐらいになっちゃう。まあ、これがほとんどなんです。でも、自分への投資っていうのは、全然違うんですよね。今言ったように100%超えてくるって話なんですよ。で、現に不動産会社に勤めていなかったとしても、転職するだけで月額の給料が2万円以上上がるということもよくあります。不動産の未経験者で転職した25歳の中卒の元受講生さんがいたんですね。 でその方、中卒にもかかわらず、卓研の資格を持ってるだけで、初任給で27万円って言ってましたね、これ、私も初め聞いた時びっくりしたんですけども、私、大卒で、まあ2、2つちょっと大学行ってたんで、まあ、24歳だったんですね、で初めて就職したところ、初任給で25万円だったんですよ、そこよりもやっぱり資格手当があることによって、高くなってるって話なんですよね、で合格すれば、やっぱりそれだけ経済的にも楽になるということなんですよ。 今からでも個別指導であれば今年合格していただく自信ありますので一緒に勉強して給料アップさせましょうで個別指導はもう今日が、えー、一応募集最後になりますもしかするとあの受講者の枠が残っていたら再度募集をするかもしれないんですけども一旦とりあえずは今日をもって終了させていただきますので今年絶対合格したいという方は今日中にお申し込みいただければと思います 個別指導はこの動画の最後にもお知らせいたしますしこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけますそれでは本日の3問に入ります A の行為または過失による加害行為により B が即死した場合 B に損害賠償請求権が発生せずに死亡したと考えられるためその相続人は B の損害賠償請求権を相続することができない丸か×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは B の損害賠償請求権を相続することができるので誤りです例えば A さんが車を運転中前方不注意で B さんを引いてしまったとで B さんが即死してしまったこの場合 B さんの奥様や子供さんは A に対してつまり加害者ですね に対して損害賠償請求できますよね、まあ、これはテレビのニュースでも目にする内容ですつまり死亡した B さんの有する損害賠償請求権が奥様やお子様に相続されたことを意味するんですねしかしこれを法理論に基づいて考えると少しややこしくなるんですよ B は即死なので損害賠償請求権を持つ間もなくなくな,くなってますそうなると損害賠償請求権は B が有しない権利なので奥様や子供に相続されないですよねそもそも B さん即死で損害賠償請求権を持っていないから持っていないものが奥様とかお子さんに相続されるわけがありませんよね逆に即死でなければ事故後 B は損害賠償請求権を取得するのでその後 B が死亡することによって、まあ、相続の対象になりますでこれでは負傷後に死亡した場合と比較して はなはだしく不公平ですよね。はじめにお話した即死の場合の方がすごく不利になるわけですよ。一方で即死せずに、まあ、少しだけ生きているというのであれば得すると。これちょっとおかしいですよね。話としては。だから判例では即死の場合も傷を負った時と死亡した時との間に感覚が多少なりともあると。その時に損害賠償請求権が発生するというふうに考えてそれが相続されるというふうにしてるんですね。 まあ、結論は常識的に考えればすぐわかると思うんですけども、判決文として出題されたら悩む問題だと思います。なので、まあ、上記概要は頭に入れておいて損はないと思います。で、問い2ですね。宅建業者 A は自ら売り主として、3000万円の土地付き建物。これは未完成です。これを宅建業者 B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。 それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は損害賠償額の予定額と違約金を合わせて600万円となる丸か罰かという問題です。で、答えはツですね。で、これ丸と答えた方は、これ日頃の勉強の仕方気をつけた方がいいです。実力があるから合格できるわけではないんですね。合格するためには実力だけでは不十分なんですよ。勉強の仕方っていうのが重要なんですね。 と言っても、勉強の仕方を気にしてない方が多いんですね。あなたはどうでしょうか勉強の仕方気にしてますでしょうかで、これなんで罰なのかというと、まあ、今回の問題は損害賠償額の予定等の制限なので、まあ、ハッシュ規制の内容ですね。で、これっていうのは、宅券業者間では適用されないんですよ。で、問題文を見ると、売り主は宅券業者で、これ買い主も宅券業者なんですよね。したがって、ハッシュ規制で、これ適用されません。 したがって、まあ、どんな特約をしても基本的には大丈夫なんですね。だから今回のような損害賠償額の予定額を500万、薬金を500万とした特約、これも有効です。だからこの2つ足して1000万円ですよね。これも有効だということになります。まあ、よって誤りだということですね。 で、まあ多くの方が、あ、ちょっと問題文読み違いをしたぐらいで済ませるんですよ。で、これ済ませていると、おそらく本試験も同じように、問題文の読み違いで、えー、もう2、3点とか、多い方だったら5点ぐらいですね、えー、ボンミスで失点しちゃいます。え、これだともういつまで経っても、あの、合格できないので。だからこそ勉強の、日頃の勉強の仕方が重要なんですね。だから個別指導の受講さんには、 何度も何度もおそらくこれからお伝えしていくと思います。まだ11月なので受講して間もないとは思うんですけども、だいたいですね、わからない部分あってご質問いただくと、問題文ちゃんと読めていないとか、そういった場合って非常に多いんですよ。なんでその都度ですね、ちゃんと問題文を読む、その読み方ってこうでしたよねって確認をしてですね、問題の読み方、これを徹底していっております。なんで独学の方も自分自身でどうやって問題を読むのか、 どうやって問題文を理解をしていくのかこれをですね常日頃から意識して勉強をしてみてくださいでやり方がわからないって方は是非ですね個別視をご検討いただければと思いますでは問いさんです盛土規制法によれば宅地造成等工事規制区域は宅地造成等に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地もしくは市街地となろうとする土地の区域または集落の区域であって 宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される丸かバツかという問題です。で答えはこれは正しい記述です。これは宅地造成等工事規制区域がどういった場所で指定されるかという内容なんですけれども、宅地造成等工事規制区域っていうのは知事が指定するものだっていうことをまず頭に入れておきましょう。 で、それを踏まえた上で、宅地造成に伴い、災害が生ずる恐れの大きい市街地、もしくは市街地となろうとする土地の区域、または集落の区域が、宅地造成等工事規制区域の対象となります。で、この宅地造成等の等なんですけども、これは宅地造成と特定盛土等と土石の堆積、これら3つを指します。 で、先ほどもお伝えした通り、宅地造成等工事規制区域を指定するのは知事ですね。で、知事は、この宅地造成等工事規制区域を指定する際、関係市町村長の意見を聞かなければなりません。この点も合わせて頭に入れておきましょう。 で、初めにもお伝えをしたんですが、個別指導は本日で一旦募集終了とさせていただきます。もし、定員枠まだ残っているようでしたら、別途追加で募集かけるかもしれないんですけども、一旦今回、今日で終了となってしまいますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。今年合格して一緒に喜びましょう。レトスの小野でした。